フォルケスコーレはデンマークの義務教育レベルの学校である。6歳から16歳までの全ての子供に無料で開かれている。日本では小学校と中学校にあたる。約8割の子供がこのフォルケスコーレに通っている。フォルケスコーレ法令では、フォルケスコーレは生徒が民主主義社会の一員としての役割を全うできるよう教育することと定めている。 またなどが定められている。科目は、文化系、実技、芸術系、理系の3つの領域に分かれている。文系ではデンマーク語、英語、宗教、歴史、社会が実技、芸術系では、体育、音楽、ビジュアルアーツ、視覚芸術、自然科学、地理学、生物学が教えられている。7年生からはドイツ語かフランス語を学ぶ。その他、 交通安全教育、健康、性、家庭教育、職業教育が義務として教えられる。旧学年、または十学年の修了の証として、生徒は義務教育修了試験を受ける。すべての試験における基本的なルールは全国で統一されており、筆記試験と高等試験の両方で実施される。旧学年の修了試験は、デンマーク語、英語、宗教、歴史、 社会、数学、地理学、生物学、自然科学、科学からなっており、ドイツ語とフランス語は選択制である。合格、不合格の基準ではなく、7段階のスコアで示される。このスコアは、高等教育に進む際、考慮される。すべての学校に、学校委員会が設置されており、7名の親、教師2名、生徒の代表2名から構成されている。 この委員会の目的は、自治体が定めた目標と枠組みの中で、主事の活動を取り決め、引き入ることである。国内のすべての地域に、教師向けの情報センターが配置されている。また多くの自治体では、メディアセンターも開かれている。これらのセンターでは、本の貸し出しのほか、教材の情報提供、展示会、メディアワークショップなどが開催されている。 http コロンス UVM DK スラッシュ2003スラッシュ C-O-N-S-O-L-I-T-A-T-I-O-N HTML サブジェクツカリキュラムデンマーク児童教育男女平等賞二千十六年八月二十八日閲覧クラセススクラスティーチャーデンマーク児童教育男女平等賞 2016年8月28日閲覧。http://english.uvm.dk/.fact-sheets/.media,ubim,filer,english,fact%20 sheets,080101,fact sheet the,forkscore, ashx.ave, ヨーロピアンインベントリーオン NQF2014 デンマークシダファップ http www. シダファップヨーロッパ EUEN パブリケーションズリソーシズカントリーリポーツデンマークヨーロピアンインベントリー NQF-2014ABCDEFGHS7 ポイン,イン,ントグレーディングスケールデンマーク児童教育男女平等賞 2016年8月28日へ閲覧。ありがとうございます。